ジョハリの窓とは自分をどのように公開ないし隠蔽するかというコミュニケーションにおける自己の公開とコミュニケーションの円滑な進め方を考えるために提案された考え方。1955年夏にアメリカにて再考されたグループ成長のためのラボラトリートレーニング席上でサンフランシスコ州立大学の心理学者ジョセフ・ルフトとハリー・インガムが発表した対人関係における 気づきのグラフモデルを後に、ジョハリの窓と呼ぶようになった。ジョハリは提案した二人の名前を組み合わせたもので、ジョハリという人物がいるわけではない。事故には、公開されている事故と、隠されている事故があるとともに、自分は知らないが他人は知っている事故や、誰にも知られていない事故もあると考えられる。これらを、障子の格子のように図解し、格子を その資格の枠に固定されていないものとして、講師のみ移動しながら考えると、誰にも知られていない事故が小さくなれば、それはフィードバックされているということであるし、公開された事故が大きくなれば、それは自己開示が進んでいると取ることができるだろう。コミュニケーション心理学や健康心理学などにて、頻繁に使用される考え方である。ありがとうございます。